はい、スタディーフォーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。ミス・ウェンズデイです。ベースのアイリッシュだ、ぴょん。ドラムのヨイチだ、わ。ギターのリリーです。はい、というわけでスタディーフーチャンネル、今日はこの4人でお送りしようと思います。ルビーさんは今充電中で、充電中。何で充電中だろう。サーカスみたい。サーカスの人、サーカスみたい。まあ、ピエロなんでね、はい。で、カメラマンは今日リータさんがやってくれてます。お願いします。で、はい、というわけで、はい、今日は何をする企画だったかな、これ。今日はですね、あ、そうだ、先日ですね、神戸、岡山、名古屋と私たち、行ってまいりました。それでですね、5月はあともう1本ライブがあります。なんと、アイリスさん、はい、5月の26日の土曜日です。こちらは都内ですね。渋谷のギルティという、ライブ会場に我々未来からまたやってまいります。おぜひあのホームページの方からでも詳細とかチェックできますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、というわけで、今日は私、ライブ情報の告知だけではなく、何かやってみようと思いまして。何かなんかね、せっかく見てくれてる人に、はい、見てくれてる人にこうちょっとお面白い、まあ面白くないかもしれないけども、なんかやってみるので、絵を描いてもらいたいんですわ、私たちに。私が、お題を見せるから、今から考えてね、はい、このメモしたやつを、みんなに見せるから、でこれを見てる方は私が何のお題を出したのか、最終的にこの絵を見て、3人が描いた絵を見て当ててほしいわけです。なるほどね。絵をやっていきますね。はい、ちょっとお題考えるんで、ちょっと雑談してもらってください。雑談だ。得意。あ、そう。激キモいじゃん。何そのポーズ。はい、出た。お、出た。早い。では、お題は、こちらです。あ、オッケー。いや、これはあれよ。では、お三人さん、始めてください。はい。むずい。ある程度できたら教えてくださいね。全身です。え？あ、体。あ、俺でも意外といけるかも。はい、というわけで、みんなの絵心は私、ウェンズデイも知りません。まあ、私の予測ですけど、アイリッシュさんが上手なんではないでしょうかと。なぜなら、アイリッシュさんが拉致した場所はですね、なんか、周りに絵がいっぱい飾ってあったから。違う。そういう理由からです。あれはなねえよ、俺。みんなには、あれ、こうだ、絵をね、当ててもらって、もしも正解したら、あ、正解したかどうか、どれで伝えてもらうか。ツイッターとかやってる方は、SNS で、そう、SNS で、ハッシュタグでスタディーフーと、その回答を、スタディーフーチャンネル、ハッシュタグ、それから、スタディーフーハッシュタグ、それから、この問題のイラストの回答をつけてもらったらね、抽選で。もう答えも載せちゃっていいの？載せちゃダメなの？みんなバレちゃうよ。ん？みんなもうそれでバレちゃうじゃん。じゃあ、どうやってやるんじゃ？じゃあ、ハッシュタグを、スタディーフーってハッシュタグをつけてもらって、動画の答えっていうハッシュタグもつけてもらって、それをつけてくれたら、
我々の誰かが DM で返信します。そうで、答えはって聞くから、その中でこっそり教えてください。あ、なるほどですね。あ、正解した方にはCD、 サイン入り CD、 CD かサイン入りのポスターを、うん、お好きな方をプレゼントします。イエー。あ、じゃあ、うん、さらに、うん、ライブに来て、うん、その答えを見せてくれた方には、うん、もうどちらもあげちゃう。わお、ふたからです。わお、欲しい、欲しい、そうしましょう。俺も欲しい。よし、じゃあ、あ、もうみんなできたかな。できた。簡単、簡単すぎるかもしれない。じゃあまずはリリーさんからいいですか。はい、いきます。あの、よくここに見えるように前に出してくださいね。ドン。見えない、見えない。でも見たい。何これ、完璧。あれじゃん。え、もう一回、口のところが自分の名前、言いそうな名前く感じでしょ。あー、ちょっと待って、顔に手生えてない。体どの、トイレとかどうする、ね、私ね、この辺しか覚えてないのよ。あ、でも、あ、でもそこはわかるかも。まあまあ、まあまあ、耳から何か出てる。次、じゃあ、よいち行きます。はい、ドン。ちょっと待って、うんうん、見せて鼻と口がねえ。あ、でも雰囲気はわかるかも。あ、これもしかして3人3体が出したらあれやな。じゃあ、アイリアイちゃんしよう。これね、僕正解したんじゃないですかね。これ見た人は一発でわかると思いますよ。出してごらんなさいよ。はい、いきます。はい、ドルルルドン。これわかるでしょ。見せて。あー、あー、ちょっと待って、これ何、これはなんでさんまさんの歯。そう、歯、さんまさんのやつ。そう、なんか、え、どうやって喋ってるんだろうこの人と思って。歯多分ね、この辺が、あの、ぼっかり切れてんじゃないかと。でもなんか、なんとなく、こう、合わせたらなんとなくわかるんだよ。なんとなくわからない。みんな、まあ、耳が近い。しょうがないな。正解書く？正解書きましょう。じゃあ、ここに書く？うん、書く。繋いでくださいよ。オッケー。あ、雑談する。でも、なんとなく。これは、本気のやつ？結構気持ち悪いの。え、ね、え、本気のやつこれ。ちょっと見せてあげて。レンちゃん、ファー減るぜ。正解はこれです。あれ答えが遠のいた。遠のいた。振り出しに戻った。世界に混乱を招くよ。それをね。だってそれだけ繋がりなくね。みんな見て。瞬きせずに。いくよ。うん。ほら。そういう絵のやり方じゃない。魂にもならないし。はい、はい、はい。じゃあこれを見て。ハッシュタグ、スタディーフー、そして、ハッシュタグ、動画の答え。動画の答え。アンスっていうのを載せてもらって、ぜひ我々に、Twitter、そして、Instagram やってますので、ぜひそこに、うるさいな。ぜひそこに、送っていただいたら、送っていただいたら、と思います。はい。はい。それでは、はい。また、こういうのやりたいですね。待ってますよ。次はルビーさんとリタさんも。そうですね。はい。入ってもらって。はい、次は、予定してるのが、あれです。うん、あの、聞き。よ、あ、聞きやれ。聞きやれ。聞きなんちゃら。聞きやれじゃん。そうそう。なんかあの、食べて、これは、なんとかしろ。ラーメン。ああ、それやだ。大体できなそうだけど。大体、うん、できる。大体できる。大体。どっから入れるんですか。我々何でもできますから。何でもできるってことを証明してやるぜ。夢は叶える。はい。それでは、また SNS 上、そしてライブハウスで会いましょう。はい。はい。さよなら。スタディーフーでした。バイバイ。バイバイ。